ゼロ次元から帰ってきて数日心配をかけたお詫びと、相変わらずゲーム業界は守護女神の日に日に増していくお姉ちゃんたちへの言われのない誹謗中、私が思っている以上、勝手にラステーションの女神は友達がいない孤独な守護者。私もですわ。昨日は一日中部屋に缶詰でしたのに、紅茶ショップ、私もなぜか私の名前でアマゾーの商品レビューを書かれてる。しかも2週間で100以上の商品に最低評価をつけたり、購入を購入ゲームをゲームって書いたりしているあたり、そしてなぜかそれを私の裏、私だって仕事をネペギアやイースに押し付けて遊びほうけてるなんて書き込まれてる。それはひょっとしてギャグで言っているんですの？うちらずにはやっていられないということで、皆さん時間を、やっぱみんなのところも同じか。そのせいで最近は甘いものがないと嫌。ベールさんの胸まだ大きくなる。でもひどい人もいるわよね、お姉ちゃんたち。考えられるのは2つ。1つは愉快犯による犯行。その場合敵対し合っている国が犯人なの。お姉ちゃんたち。ええ、なのでま、ねえネプチューヌ、そういえば、そうそうそうだ、きっとね、こういう時期だからこそ個別に対、ネプテューヌにしてはいい案ね。でしょでしょ、三本の矢は一本、協力ね。いい考えだと思うけど、それはそれで慣れ合い政治オツや、実際に長期間だ、良かれと思ったこと全ての上げ足を取られて叩かれるんじゃ。でもやってみる。それは期待しすぎな気がするけど。うん、私たち四国共同でお祭り。それは国別でしょ。私がやりたいのは言って国家予算の、さすがに、うん、いいえ、誤解しないで、国家予算の件は流してただよ。私もネプテューヌの意見に賛成ですわ。そうね、もしかしたら影で変な情報を流、変な情報を流、まだ確証はないけど、これはあくまで推測です。私が向こうに行ってる。まあネプテューヌがこういうの、ゲーム業界大感謝祭、みんなで、あー、決戦のステージ、燃え上がるエキシビション、お祭りが決まったお茶会から以前より、お姉ちゃんたち女神、お祭りが始まってからはそれどころか無事に開催。そうだね、反発とかあると思ったら。そうね、こんなにたくさんだと思い、ネプギアという見つけた、見て見て屋台の、へえ、じゃーん、実は楽しいお祭りね、ユミちゃん。そうね、ねえ、ほら、なんとかグランプリの決勝、ラマちゃん、あん、こうして私たちの杞憂なんて、そしてそれはお祭りの最大の目玉、 G1 グランプリの決勝リーグの、ちなみに私は惜しくも最終予選、個人的に、やっぱりこの4人がの、ちょうどいいじゃん。
いいですわね。まったく、み、あなたはどん、構わないわ。なら、その勝負、ちょっと待ってもらおうか。誰？私たちが誰かって？そうだね、四つの黄金の頂に君臨せし者、ゴールドサードとでも名乗らせてもらおうか。ゴールドサードですって？残念。失礼ね。本当なら課金どころじゃ済まない額を請求してるところなのよ。お金が狙いですの？ですの。ゲーム業界に。じゃあ、その通り。できるかできないかの問題じゃ。いい覚悟だ。決めましたわ。倒されたいやつはこいつだ。